サダのうちは暖房機はどういう感じですか？なんつったってやっぱりこの季節はこたつですね。こたつ出します？こたつは早いですよ、うちは。あ、そうですか。もう10月後半から出てますから。ずいぶん早いですね。いや、ずいぶん、ほら、寒い時あっためよ。あ、急にあって、あっためよって。どこの人間ですか？あれ、掘りごたつですか、じゃあ。いやいや、ほんと掘りごたつがいい。掘りごたつがいいですよね。うん。僕もね、うちには掘りごたつあるんだけど出さないですよね。あらららら、ら、それもったいないですね。もったい、あの、こたつはいいけど、腰が痛くなるんですよね、あれ。そうそう。膝が痛くなる。足が痛くなるね。そうなんですよね。だん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 。ええ。だから、ちょっと、あの、通販で買ったね、くるって回る椅子があってね。ちょっと上がってるやつですね。そう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 。知ってます？それがそれで入ると、ふか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 空気が入るのよ。あそこら、隙間が空いてね。隙間が空いてる。なんだか、俺も前使ったのは、お父さん頑張ってとかなんか、そういうじゃないですか。そういうやつ。肘掛けがあって、ちょっとなんか物入れがあるんですよね、あそこに。タバコとかなんか入ったりする。俺も一時期それね、あの、チャンネルの食われをしてたんですよ。そうそう。そう。ストーブとかは使わないですか、今。ストーブとか、あの、トイレにはパネルヒーター置いてますけどね。ああ、トイレは冷えますからね。うん、トイレ冷えるんですよ。ああで特に内側のほら、暖房がしてある方大体閉めますよ。ええ、そうすると、ええ、もうすぐ1枚ガラスでもう外だから。すごい寒いですよね。もう大体風邪ひくってのはトイレで風邪ひきますもん。ああ。だからもう、あの、パネルヒーター入れて。どうも僕はあの、普通の暖房器具あるじゃないですか。うん、あの風がダメなんですよ。そう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 。鼻乾いてね。そうそう。なんか喉痛くなっちゃうんですよね。だからしょっちゅう入れたり切ったり、入れたり切ったりしてるの。ああ、僕もそうですね。ただね、猫たちは喜んじゃってね。あ、その風で。風が来るとこよって、ふって言ってるもん、みんな。ああ、水屋の上とかで。寒がりですからね、猫はね。うん、結構ね、早く温まるのは僕最近あれ使ってるんですよ。あの、ガスファンヒーターを。ああ。あれはブンって、スボーっと早いですね。あ、あれね。下から、じわっと。そういえばあった、うちも。ありました。あるある。あの、うち、ちっちゃなバーがあるんですよ。自分のうちに。あらまあ。だけど、暖房しちゃうと酒がパーになりますね。あ、そうですね。あんまりやると。ああ。あの、アルコール分が飛んじゃうんだ。うん。ああ。なんだこの酒はっていう。うん。あんま暑いとかではダメですね、そうそうそう。保管するの難しいですよね、お酒は。だから暖房はしなきゃいけないわ。ちょうど北側の部屋はね、寒いんですよ。そこにバー作ったんですか？そこに作っちゃったもんだからもう。今もうちょっと閉店してますけどね。閉店。一時流行ったんですよ。シェーカーとか買っちゃって。あ、自分でやったんですか？マルガリータとか作ってたから。カントローとグレープフルーツジュースと。一時ね、僕もね、あの、自宅じゃないところにマンションがあるんですけど、そこにはね、うん、あの、目の前は東京タワーなんですよね。別宅ですね。別宅で。で、22階なんですよ。景色ものすごいんで、これ、あれバーは、カウンターは作って、うんうんうん、そこで結構おしゃれにこう、うん、外見ながら飲むったら、おそらだなと思って、買ったんですよ。うんうん、でも、テレビ後ろなんですよね。すごい見づらいですよ、今度。まず外見るにはすごいいいんだけど、後ろこうやって見る。結局ね、下へ座って飲んでますよ、今は。まあ寂しくなって物置になってんだから物は置いてあってあれもあの流行りスタイルが早いですねですね、うん、一瞬でもね本当あったらいいなと思ってね買うんだけど、うん、そう1ヶ月持ちますかねあれバーはそうそうで酒もすぐあのこと切れちゃってほとんど置いてるもんが なくなってもう今焼酎ばっかり焼酎ばっかりで昔のだるまとか置いてんのであとねあのマティーニ作る、ステアの あのあれまで買っちゃったのあら、カラッカラッカラってやるやつ。じゃあほとんどバーテンさんですね。バーテンさんやってたんだけどね。でバーとかなんかあれ表行って飲んだ方がいいですね。そう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 。バーはね。うん、自分ちやバーはね、違う。ちょっと。うん、そう、うん。では参りましょうか。ファンタワンダフルレディオ、ジュリケン。中目黒にお店なんか今、あの、アンティークショップがあって、はい、本当にあの、ちょっとした部屋みたいになってる。書を囲ってあるような、うん、バーが売ってたら、あ、売り物ですか、うん、屋根もついてるっていう、それをそのまま買ってうちに持っていく欲しかったんだけど、入んないのよあ、うちの中に屋根があるもんで、あの多分あれ英国製だと思うんだけど、うん、向こうはほら天井高いじゃん、うちも高い方なんだけどこれ入らないわっていう話になって、お手頃なただあのこう半円形の、あのカウンターがあって、で椅子が200、じゃ200高いやつ、で足かけるとこがあって、それを買った。前からで買っちゃったの。前からで。では憧れますよね、バーカウンターってね。バーが廃れた後はもうテレビだねやっぱ相手は。
ですね。テレビ見ながら飲むっていうのが一番いいね。気が楽で、あ、やってるわみたいな。あ、志村さんだみたいな。みんな飲んでるっていうね。改めまして文化放送アナウンサーの吉田瑠衣子です。今日の BGM は、ワムのラストクリスマスでお送りしました。では体験講習もスタートです。親の血を引く兄弟よりも固い契りの兄弟、こんな小さな杯だけの男、命を